英雄の心は英雄が知る。小牧長久手の激戦を終えた秀吉は家康と講和した。最大の脅威が去った秀吉はいよいよ天下統一に向けて本格的に動き始める。秀吉はたびたび自分の背後を脅かしてきた四国の長宗我部元親に狙いを定めた。秀吉は心中した中国の大大名毛利家に出兵を要請。じわじわと元親に対して圧力をかけていった。天下統一の将、四国征伐。ヒーロー左近、軍略頼みにしている。長宗我部元親は再三の降伏勧告を拒否しております。秀吉様、ご決断を。わっとる、衝突は避けられんな。天下統一に向けた戦、四国の地から始めるで。おお、高掛殿、よう参られた。この四国討伐、毛利にも頑張ってもらわねばの。お任せください。徳川の遠兵として来た。お前のそばにいると昔を思い出す。あれが秀吉の子飼いか。彼らは今後陣営の支柱になっていくだろう。だが仲が良いほど一度亀裂が入ればたやすいもの。仮に俺が敵だとしたら、彼らを疑心暗鬼に陥らせるだろうな。こたびの遠征には東道高虎が来ているな。何やら義継と親しげに話していたが。高虎は徳川陣営を代表して遠征に参加している。義継と話していても何も問題はないと思うが。清正、あの高虎というのはかなりの切れ者だ。味方となれば頼もしいが、敵。まだ徳川を目の敵にしているのか。今は俺たちの味方だ。そんな態度は慎めよ。失礼した。俺はお前ほど徳川びいきではないのでな。はい、そんな言い方はないだろうが。勝手にしろ。どうした、また清正とやり合ったのか。そんなつもりはなかった。俺はただ。前にも言ったが、お前は時に傲慢に見える。義継、俺はどうすればいい。俺は友を失いたくはない。そういうことを本人の前で
素直に言えばいい。だが、お前は言えぬのだろうな、サイ。先遣隊が中央砦に突出して、まずは彼らとの連携回復を第一とする。さえてきた。では北砦と北東砦を落としましょう。進軍部を確保し、先遣隊との連絡路を作れます。四国の魂、柱に刻みつけろ。暗骨の知らせ、サウスに奏でる。お前だ。私、やればいいんでしょ。アイソン、なんとか倒してよ。もうこうなりゃやけん。天下人だろうが何だろうが現ってやるわ。上等。見ろ、お前の反骨魂の輝きは今でから発奮している。うわ、四国には女神がいるんだ。誰が相手でも負ける気がしねえ。ありがとう。俺に任せ。カイドン。腕を一つでも失えば太陽を断たれる。当然敵も狙ってくるゆえ注意せねばな。美女ちゃんには一般の恩があるしね。足場の船もらうよ。彼女をどこかに封じられる。毛利本陣近く、北砦などはいかがでしょう。ちょっと無理して、美女ちゃんたちの本気に応えたかったのね。今こそあの女を始末する。ただ奴を崇拝する男たちの前で撃っては逆効果だ。北砦に誘い込み、秘密裏に排除する。女が仕事に消えれば男どもは困る。おう、ゴールが適正の目くらまし役を買います。なるべく早く誘い込んでください。するはずだ。
馬上、俺に任せよ。復讐するなら今です。このまま終わりたくない。これは反発。ようやく着いたわ。今からわしも参戦する。三成、清正さん、頑張ってる。爆破する気でしょうか。とにかく止めねばなりません。敵将、討ち取ったか。見出なかったが危ない。急ぎ、敵兵の排除。貴族戦の戦はもはや物量押しだ。俺の軍略が入る余地はない。四国の美味しい魚でも食べたら、ヤマトに帰って隠居でもするかね。目にも見よ、敵将、討ち取ったり。愚か者が。まだの行きますか。調子で敵本陣へ迫るんじゃ。わらわはどんな時も諦めるぞ。わかってまいれ。わらわはここじゃ。開門。あの隊、少々引っかかるが、まあよい。娘を撃て。その後敵本陣を包囲する。
できておらぬことくらい。ならなぜ手を打たぬ。素直に大事なものを失うか。この程度の操作誇れる気がせんな。他の船の信号通り敵がいる。宝庫の憂いは排除せねばな。つまらぬ敵だ。もう終わりか。塩でお肌がベトベト。でも、みんな頑張ってるんだから、これぐらい。まさか泳いで奇襲してくるとはな。秀吉様は何としても守り通せ。魂の叫びに応えるために開門。
ぜ。引き続けさあ、続けましょう。撃ち取りましたよ。手加減なしだ。敵さん、黙らせときましたよ。四国は下した。天下統一にまた一歩近づいた。朝から晩まで、いつまで俺の後ろに突っ立っておいでで。すまん、釣りの邪魔かと思ってな。後ろにいるだけで十分邪魔ですよ。あんたが険しい顔で睨んでるせいで魚も寄りつかない。俺の願いを聞いてくれ。友に忠告されたのだ。俺はどうも時に傲慢に見えるらしい。お前のような優れた者がそばにいればそんな誤解も少なくなるだろうと。俺にあんたの子守をしろと。六は二万石、俺と同等だ。なるほど、あんたは傲慢だ。六を積めば人の心を変えると思ってらっしゃる。だがあんたの決意は伝わりましたよ。これからは殿と呼ばせてもらいましょう。サコ、あと一つ俺の願いも聞いてもらえますかね。今後釣りにお付き合いいただけるならその素敵な顔でお願いしますよ。四国を制覇し、あとは九州と関東。ついにできるな、俺たちの家が。家？いきなりどうした、清正。海風にやられちまったか。バカ、例え話だ。秀吉様が土台で、利家殿が大黒柱。頑丈であったかくて、絶対に壊れない家だ。清正、ならば家康は何になる。奴は我らの家に必要なのか。ああ、必要だ。家康殿は壁、家を守り諸大名に睨みを利かせる壁だ。その壁は本当に我らを守っているのか。我らを分断し動きを封じる忌まわしき壁ではないのか。おいおい、二人ともなんか怖えよ。戦に勝った後くらい仲良くやろうぜな。そうそう、聞いてくれよ。この間義継と話してよ、あいつマジでいいやつ。三成にもったいねえだぜ。俺が幽霊とか言ってごめんなって謝ったら3年以内にたたってやろうか。だってマジ超ウケる。それって何気に怒ってないか。
え、そうなの？